ちらでございます。じゃあ矢崎さんこちら側で、川田さんこちら側でお願いいたします。はい、もちろん、はい、じゃあ組み立て前は大丈夫ですね。前は大丈夫です。はい、了解。出てよくなったんですよ。そういう意味では飲みやすくなりましたし。矢崎康久話の特集。矢崎康久です。いかがお過ごしですか？まあね、なんとなく気分が晴れない、でも頑張るしかないやっていう感じで皆さんも生きてらっしゃるとそう思っております。今日はね、実は、ゲストに、国会議員、参議院議員の川田隆平さんをお招きして、川田さんはね、今会期中なんですけども大活躍してる、そこで川田さんの話を聞きながら、お届けしたいと。どうもよろしくお願いします。川田隆平です。川田さんはもう、はい、ちっちゃい頃、はい、僕お目にかかったことがあって、はい、それはきっとあんまり川田さんの方は覚えてないかなっていう気が、すごい昔ですね。16年以上前ですね。はい、川さんとは、はい、例の薬害エイズ問題、はい、情報公開の問題っていうので、あれ何年前だっけ？あれが16年前ですね。だから1995年ですので、ね、うん、はい、今の菅さん、今こう今度原発が起きちゃって、はい、大変ですよね、はい、この問題は。だけどそういう中で、その菅さんを見ている竜兵君の感じっていうのはどういう感じ？やっぱり以前とは全く違ってますよね。うん、だからその前の公約外図の時の菅さんと、うん、やっぱり今、まあ、原発の前からちょっとそういうふうに感じてたんですけども、地震震災の前から感じてた、やっぱりもうキレがなくなってるっていう、自分でも言ってましたけども、やっぱり本人も本人がエッジがなくなったって自分の質問の時にも答弁で言ってましたけど、やっぱ本当にもう官僚の言うままになってしまってる。特に財務、事実だ。もう財務大臣やってる頃からですね、もう本当に官僚の言われるままにもう動かされてるな。だから薬害図の時のような官僚に何かこう言ってやらせるみたいなことをほとんど、まあ、できなくなってるのかなって気がしますね。国会議員というのはやっぱり一種、まあ、権力ですよね。はい、で、まあ、国会っていうのは権威でもあるし、はい、そういう意味ではそういうところに自分が、まあ、入ってるっていうことでね、はい、やっぱりこう自分自身をこう時々は見張って、はい、きちんとね、そうじゃないよって、別に威張ったりなんかしちゃいけないんだっていうような部分っていうか、そういうことで自分とは向き合ってるようなところってあります？そうですね、やっぱりできるだけその国会議員だけでこうつるんでいつもいるんじゃなくって、やっぱり本当に国民の本当に普通の人たちとの会話とか、いろんな人たちのところに出ていって、やっぱ話を聞くっていうことをしていかないと、やっぱ本当にその自分たちと同じ人たちだけの中でやっていると見えなくなっていっちゃうと思うんですね。その国民の普通の人の暮らし、そういったものが全く見えなくなってしまうので、それができるだけ本当にいろんな人との交流、いろんなところに出ていって、いろんな人とじっくり話をするっていうことが大事だと思ってるんですね。これからもね、はい、どうかね、はい、今言ってた精神をね、貫き通してね、はい、ああいう中でね、例えばどんなに反対されてもね、はい、自分の正しい筋はね、負けないっていう活動をぜひ期待します。はい、頑張ります、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。